おはようございます。速稼塾の久保です。今日は5月31日でございます。時間は4時半。相場解説を始めていこうと思いますけども、今日の21時からですね、 FX ではないんですけども、株スクール、速稼塾の塾生さんで株スクールをね運営しているストーンさんとの、その後の株スクールの運営についてちょっとお話があります。かなりいい感じになってるみたいなんですよ。で、その株スクールの対談が終わった後にね、ちょっと私時間を10分ほどいただいて、 FX オリガルヒのちょっとねご案内をさせていただきたいと思います。ただ一応ね8名ぐらいかなと思っていた8名の枠はすでに内定で埋まって、もう入金もね、ほぼ終わってしまったんですよ。ですんで塾生限定特別価格は、まあ5月31日今晩21時からね、予定通りご案内はしますけども、早々にこの価格はリミットをしてですね、だんだん正規の価格に上がっていくと思いますんで、ちょっと迷われてる方もいると思うんでね、改めてちょっとお話しますけども、株スクールの後に FX のオリガルヒをご案内するのはなぜかっていうと、もしかしたらね株スクールとオリガルヒと迷ってる方もいると思うんですよ。株と FX どっちかなって。まあ、そういうのも込みで今日のオリガルヒを見ていただいて、オリガルヒじゃないや、株スクールのね対談見ていただいて、しっかりと検討していただければと思います。私としてはね、株スクールの存在をできるだけ目立たないようにして、オリガルヒをどうだっていうつもりは全然ないんですよ。むしろね、迷ってる方は株スクールの実態をよく知った後で FX オリガルヒのことも検討していただければ、より後悔のない選択ができると思います。さあ、そしてですね、昨日の相場解説になりますけども、昨日の相場解説は非常に分かりやすかったというふうに、ご案内をいただいてですね、そして夕刻なんですけども、本当にねすごい解説だったんで、こんなに自信を持ってエントリーできたことはなかったということでご意見いただいてます。また先ほどメールも3本ほどいただいて、それぞれが結構大きな枠を取れましたということだったんですよね。まあそうならなかった方もいると思いますけども、やっぱりね昨日ほど具体的に解説していくと分かりやすかったんじゃないかなというふうには思います。ただまだ分かりにくいという方もいると思いますので、それはね片方では受け取る方のね皆さんの方も概念をちょっと頭に入れていかないと、なんで私の解説がそうなのかってことが分かりにくいと思うんですよ。ですんでね、日々やっぱりこう勉強もしていかないといけないかなっていうところになります。詳しくはですね FX の相場解説集の中の FX 基礎講座か、基礎講座の初級編中級編っていうのがありますので、そちらの方またねご活用いただければと思います。それでは今日の相場解説に入っていこうかと思いますんで、よろしくお願いします。まずは1時間からです。はい、1時間いかがでしょうか。私あの後補助線をこういう風に引いたんですけども、補助線ね赤いところこういう風にねペナントになってるって言ったでしょ。で、ペナントになってるわけじゃないですか。で、ペナントをブレイクしたら、そっちの方に進むってことで、1回目はね、戻ってきちゃったんですよ。でも諦めずに、もう1回ブレイクを待ってると、ここのブレイクが本物でしたね。2個目のブレイク。これですよ。これは大きく跳ねました。で、ここでやっぱりこうね、エントリーが組めると。さらにね、ここを超えてのエントリーっていう風に考えた方もいて、その通りドンピシャですよ。プラスですね、ここでのエントリーが何がいいかっていうと、レンジインも、なってるでしょ。またこの黄色が使えるわけですよ。ね。こういった感じでございますんで、昨日はこのブレイクを捉えて、もしくはここで捉えて、大きな幅を取ったんじゃないかと思います。いかがでしょうかね。40ピップス前後。だから4、5万は稼げたんじゃないですか。ワンロットで行った方は。いや、これほど綺麗に決まった、なんかね、ペラントってのも、まあよくありますけども、上に行くか下に行くかを、昨日はね、悩んでいたんですけども、実際1回目のブレイクの時にこれは戻っちゃいましたけども、あ、これは上だなっていう風に踏ん切りがつけられたと思うんですよ。ね、ここまで見ていくと下に行く兆候は何にも出てませんからね。はい。で、一応ですね、4時間の方見ていきますね。昨日の4時間、あ、現在の4時間ですね。4時間は昨日の解説ではこういう風に三角形がどんどんね、ちっちゃくなってる、ボラティリティがなくなってるでしょってことを話しましたけど、覚えてます？覚えてない方は昨日の動画見てくださいね。で、結局、収束してしまって、ここではもう横ばい状態に入ったわけですよ。だから横ばいなんで、来た方向に今回は戻ったかなっていうところですね。うん。で、1日足、ひいては1週間足なんですけども、ね、これ、これがデイリーですね。デイリーの場合は、ヘッド&ショルダーのダブルトップの形っていうふうに申し上げました。で、こうなるとね、大きく下落するというよりも、これがヘッド&ショルダーだったら大きく下落なんですけども、単なるダブルトップなんで、
単なるね、ダブルトップなんで、まあそこそこ戻るみたいな感じですよね。大筋ではここでグニュグニュっていったところと同じ水準まで戻る。これも今までも左右対称みたいな形でね、何回もお話したと思います。左右対称になりやすいんですよ。まあちょっとこれに似た形かなっていうところです。うん、まあこれはねちょっとね、いまいち左右対称には見えにくいと思いますけども、まあ大体この辺りで滞留するんではないかなと。ぐちゃぐちゃっとね、だからこう何て言いますかね、横ばいに入るんじゃないかなと思いますよ。これから横ばいに入ってまた上か下かに行くみたいな感じです。いいですかね。でちなみにですけどもね、週足の方を見てみましょうか。これ週足なんですけども、これも覚えてます？陰線が3つ並んでサンバガラスでしょ。サンバガラスなんで思いっきり下の方に突き抜けるのがまあセオリーなんですよ。でもそこにヒゲというもの、坂田五法ではヒゲが語られてませんけども、ヒゲの解説を私は先月させてもらいました。そのヒゲの解説がしっかりと頭に入っている方のために昨日もねヒゲについて、解説しましたけども、ヒゲがあるってことは下ヒゲが長いってことは下に行く要素があんまりないよってことなんですよ。下から押されてるわけですからね。だから上の方向に向かう力が働いていて、サンバガラスの後の次の線っていうのは陽性になるんじゃないかなってことを言いましたけども、まさに陽性が形成中でしょ。うん、だからこういうふうにして相場解説が、ああその通りになってるなっていうふうに踏んでいただければと思うんですよね。でさらにですよ、これ見てください。今後どうなるかってことなんですけども、横ばいに入りそうだって先ほど私お話しましたよね。1時間を見てください。今1時間見てもらってますけども、この黄色い幅がまた生きるんですよね。横幅ですよ。横幅ってことはこういう風にこの間でレンジが起きることが考えられます。まあどういう風な動きをするか分かりませんけどね。レンジが起きる時ってのはレンジオプションが取れるでしょ。これだけの幅があったらね、なんか60ピップス70ピップス以上ありますから、じゃあこの水準に入ったらバイを入れて、この水準に入ったらセールを入れるっていう例の方法がまた活かせるんじゃないかなと思いながら今日の解説を終わりますってことです。はい、結構また今日も細かく具体的に昨日の拾い上げをしながら今週の展望を話しました。今週はレンジから始まるってことです。で昨日のブレイクは取れた方やっぱりいましたねってことなんですよ。私も当然取れました昨日はね。 FX オリガルヒっていうのはこのレベルでやっていきますんで、そして基本的には1週間を振り返って大事なところをね、皆さんに週に1回は必ず見ていただくっていう形にしようかと思います。ですね、毎日の相場解説、果たして毎日は見れない方がいるかもしれない。そういう方は学習のためには週のまとめを見ていただいて、今週のハイライトみたいなところを私が強調してその時お話しますんで、それは週に1回だけ見てください。そしてあこれすごいなと思ったら振り返って毎日の相場解説もしてますんで、そのポイントを押さえるって感じです。でだんだん余裕が出てきたり、資金を入れる決断ができたらね、そしたら私の相場解説を毎日見ながら二人三脚で日々見ていって、エントリーの瞬間、今回みたいなねエントリー瞬間を狙うみたいな感じでいくと最もいいんじゃないかなと思います。つまりはまだ学習が足りてないなと思う方は週のまとめを見て振り返っていく。でもう腹積もりはできたよって、エントリーしたいんだよって方は他の用事の都合もあると思いますけども、基本的には毎日の相場解説を見ながらエントリーを考えていくって形でやっていけばいいんじゃないかなと思います。それでは今日の21時から FX オリガルヒ、こちらの方もお楽しみに、主にはね株スクールの対談ですけどもね、1時間の対談の後10分ほど私の時間も取らせていただきます。よろしくお願いします。それでは今晩会いましょう。